京都府道107号杉坂地域の未改良区間、持ち越し峠頂上付近京都府道107号、眉見地域の改良区間府道31号西陣、杉坂線との合流点京都府道107号、雲ヶ畑も杉坂線は、京都市北区雲家畑中畑町から道区、杉坂北尾に至る一般府道である。京都市北区の雲ヶ畑地区から、持ち越し峠を越え、 真弓川に沿って杉坂地区に至る路線。持ち越し峠生誕は三冊になっており、北へ向かうと真弓の集落に至る。かつて、坂の上の田村丸がこの道を通って真弓集落に入り、弓を作ったと言い伝えられる。しかし、この道がいつ誕生したかは、定かではない。歴史的に、この道が真弓杉坂の両集落を結びつけていたという。 車両通行帯がなく福井の狭い道路と改良されて片側一車線になった道路の区間がそれぞれ混在している。おおむね、杉坂地域に未改良区間が残る。持ち越し峠及び杉坂地区周辺を除き、急なカーブは少ない。特段の名所等はなく、建築物も下杉坂排水地及び途中に通過する足が谷橋、そして 杉坂地区内の民家を除き存在しない。真弓川に沿って、ほぼ全線を通じて、杉子立が続く。路線名である雲ヶ旗及び下杉坂はいずれも、表記揺れがあり、地名はそれぞれ雲毛畑及び、下杉坂と表記される。本路線は、道路法第7条の規定に基づいた京都府の一般不動として1959年に、京都府が、 初めて認定した282路線のうちの一つである。起点の京都市北区雲家畑中畑町から持ち越し峠を越えて道熊弓八幡田町に至る区間を置いて、車道とは他に沢伝いに峠を越える経路も京都府道として存在する。ありがとうございます。